は、フェルナンドこと竹谷です。今日は車をチャーターしてルクソール北部ナイル川流域のアドビス、デンデラーを訪ねます。この2カ所はその保存状態が良く、ルクソールで遺跡を堪能してもさらに驚きの美しさでした。それではどうぞ。3月2日オアシスホテルの屋上で朝食をいただきます。本日はルクソールの北部の遺跡アドビスとデンデラを訪ねます。ツアーはなかなかないようでチャーターします。運転手のアシュラフさんです。この辺りサトウキビ畑が多いようで、その運搬車がひっきりなしに通ります。サトウキビ畑が続きます。このような小さな集落を抜けて北上します。道半ばなのでまだまだです。ここだけ見るとクリーンな印象の街です。デザートロードを行きます。砂漠の中の一本道です。地図上ではそろそろです。約2時間走っています。途中アシュラフさん道を尋ねます。本当にこの道でいいの？確かに道なき道を走っています。この道も微妙です。そんなことをしながら着きました。お土産屋さんがいるので間違いありません。アビドス遺跡です。また遺跡と言わずに探検しましょう。ここはここで見どころがあります。ここはセティ一世総裁殿です。正面テラスに描かれたホルス神とクムヌ神から王権を授けられるセティ一世の姿です。屋根もあり、総裁殿としての趣があります。まっすぐが至聖所です。ルクソールと比較しても趣が深い感じがします。中央のアムンラー神の聖所です。ここは聖所が7つあり、写真は右の3つです。壁画があります。レリーフがあります。エジプトの総裁殿の中で美しいものの一つとされています。これが紀元前1300年頃の建設というから驚きです。ラメセス2世神殿が近くにあるというので行ってみます。鍵がかかっています。あまり訪れる人はいないようです。係の人が鍵を開けてくれました。3000年以上前の文化がそのまま残っているというのは感激ものです。色彩豊かなレリーフが今でも残ります。いろいろ解説しようとしてくれますが、アラビア語では全く分かりません。ラメセス2世とその家族の像です。アシュラフさん、初めて来たそうです。そういうもんですよね。今一度、セティ一世総裁殿です。ティーをいただいて休憩です。近道というが、もっとまともな道はないのでしょうか。次に来たのが、デンデラのハトホル神殿です。エジプトに来たら諦めてください。神殿遺跡のオンパレードです。でもそれぞれ特徴があるので楽しめます。門を入った中庭の左にユニークな彫像があります。泥レンガの周壁なのでもう崩れそうです。ローマ時代の誕生殿です。コプト教会です。
聖なる池方面です。また後で行きます。ハトホル神殿です。なんでしょうこの堂々たる威圧感は。正面入り口の柱にはハトホル神が彫られています。普通の神殿かと思いきや、天井を見てびっくり。私の知る限りルクソール近辺で一番の神殿ではないでしょうか。太陽高校の図だそうです。細かく見ているとキリがありません。ルクソールに来たらここは外せません。ほぼ完璧に残されています。これで最後にしますが、天井側見飽きません。2階があります。特に見晴らしが良いわけではありません。天空の図です。黒くすすけているのは台所として使用していたからだと言います。1階に戻ります。地下があります。こんなところを通ります。クレオパトラだという。地上に戻ってオシリス神のミイラのレリーフです。天井にあるヌト神のレリーフです。一旦外に出て裏に回ります。聖なる池の方です。左端がクレオパトラです。クレオパトラを描いたレリーフは珍しいとのことです。乳を飲ませるハトホル神のレリーフを探します。ローマ時代の誕生殿の外壁にありました。確かに乳を飲ませています。さあもう帰りましょう。帰りもサトウキビトラックを追い越します。宿の屋上で夕食です。エジプトに来て初めてのコシャリです。コシャリとはライスとパスタを混ぜて味付けしたもので、エジプトの定番料理です。明日は休息日とします。いかがでしたか。旅は永遠に続きます。また次回をお楽しみに。ご視聴ありがとうございました。